こんばんは、かつのりです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。大根、サバの塩焼きと大根おろしですね。大根おろしだから、まあサムネイルは地味だけど大根おろしにしようかな、大根おろしにしようかな、サバの塩焼きにしようかな。それともでかいでしょこれ、レタスこんな大きさ、俯瞰図で言うとレタス、もうとんでもない量のレタスのサラダですね。レタスこれにしようか、これがいいですね。サムネイルはレタスのサラダです。レタスのサラダで白ご飯、いつもよりてんこ盛りにしてます。で、多分間違いなく足らないと思うので、だしオムレツ作ってます。もう絶対足らないと思います、俺の場合は。これではで、肝心の体重ですね、何キロか、今実際何キロになってるかですね。俺が結構減りましたね。日曜日でゆっくりしてるからですかね、精神的なもんでしょうね。 57.8 体重 57.8、 800g 減ってんのかな。体重 57.8、体脂肪率 13.4、 基礎代謝 1351、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.5、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。体重 57.8、 体脂肪率 13.4 です。で、もう一度サムネイルに使うレタスです。ごっつでかいですよ。俯瞰図で言ったらこうです。レタス、大根おろし、サバの塩焼き、白ご飯で、それに、だしオムレツを焼いてますんで、スクランブルエッグも食べるかな。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。